ゴーグルつけますね。こちらはお客様用のゴーグルで。メロリン級なのこれ。ね、なんて言いました？メロリン級。これ知らない？メロリン級。うん。懐かしい。ねこれ。めっちゃ笑えるよこれ。頭いっちゃう。これ水中。水中の。はい。これまあまあ、ちょっとこれあれやられとるところで面白いのこれ。いいですよ。でも本当にそれぐらい眩しい光が出るので、顔なんか特につけておかないと。そうですね。ちょっと光りますよ。施術中は施術者が何もつけない。あ、うちのゴーグルがあります。私はもう昔から目が悪くてもう諦めちゃってるので、目が悪くなるんですよ光で。目が悪くなるって言われるんですけど、太陽の光をずっとこうやって見てると目がちょっと痛くなるじゃないですか。はい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 、あんな感じでこうやって見ちゃうと痛いので、ゴーグルはつけてくださいっていうのはもうメーカーとして言うんですけど、大体ですよね。ですよね。うわ、これ一発のやつですか？一発です。強めのやつですか？そうです。ヒゲ用のボリュームですか？そうです、そうです。ヒゲ用のボリュームでいきます。この冷たさになるぐらいまで麻痺させてから打つみたいな、うん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 、で打つとき手を開いていただいて、浮かせて打つことないんですけど、これが熱さです。あー、とこい、はい、この冷たさ。何を打つの？打つ打つパパにちょっとこの冷たさ分かります？あ、分かる分かる分かる。冷たいですよね。これが浮かせるとこういうふうに、おー、熱っ。熱いですよね。熱い熱い。今の熱さじゃあ感じるかチェックしましょう。じゃあ顎上げてください、はい、キンキンに冷たくなったら教えてください、はい、冷たいですか？今冷たい。キンキン。あ、冷たい冷たい冷たい。はい、行きましょう行きましょう。冷たい冷たい。どうですか？あ、冷たい。あ、冷たい冷たい冷たい。へー、あー冷たい。痛さは痛さは痛さ。痛さはない。ない。おお。冷たの方法は勝ってますね。あー冷たいなー。はい、行きます。あー痛いなやっぱ。はい、冷たい。あ冷たいですそれ。今チクってきたよ今。痛くない痛くない。あー冷たい冷たい冷たい。冷たい。いや痛い痛い痛い。忙しい忙しいですね。痛い冷たい。ちょっとお顔じゃあ左にグッと。左に、はい。はい。これ面白いな。はい。冷たい。冷たい冷たい。はい、行きます。あ痛いな。痛い。はい。冷たい。冷たい冷たい。はい。あー冷たい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 。あ、痛い痛い痛い冷たい。この冷たさで麻痺させて痛い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 。ちょっとあ冷たい冷たい痛い痛い。ずっと冷たいんですよね。ずっと冷たい。ずっと冷たい痛い痛い痛い。そう、光が出るときに毛にバンって入ってくので痛いんですよ。うん、じゃあ顎上げてください、はい、場所は今、はい、もうなんか当てた当たってないところに順番にやってる感じ。あ、そうそうそうです。埋めていくように打ちます。痛い冷たい、どっちですか？これ冷たい。はい、うん、冷たい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 冷やさないと赤くなっちゃうので痛いな。痛いな。冷えてないと痛いらしいです。静かにしてもらってでも赤くなってないんですよ。うん、まあまあまあ、どうしました？大丈夫ですか？全然大丈夫。はい、全然大丈夫。痛くないです。いや冷たいなー。冷たい。痛いですよ、ね。痛い痛い。うん、あ、そっか、場所によってなんですね。うん、でもだ慣れてきたなこれ。あ、いいですね。本当冷たいのこれ。はい。ちなみにこれももっと全然上げれるんですけれども、いやこれはね、そうなんですか？そう、毛がですね、やっぱり一番初めこう密集してるじゃないですか、はい、なのでそんなに強い光をバシンと当てちゃうと逆にね皮膚が硬くなっちゃうので、これぐらいの中間ぐらいで今いってます。そうなんですね。なんか高い方が毛がなくなるから高くしたい、そうじゃないんですけど、逆にあのやりすぎると皮膚は硬くなって光を跳ねちゃうんですよね。熱いところもあるね、これありますね。いや、痛くなくな、慣れてきた。さすがです。うん、そうですよね。散々痛い目に遭ってきた。じゃ痛いって言った方がな、じゃ今お姉さんが笑ってくれるもん。痛い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 。痛くなかったんですか？いや、違う違う。あの痛いよ。痛いけど。痛い痛い痛い。痛いけど、はい、あのリアクションが痛かな方が参考になると思って。確かに、うん。そんなに痛くないな。そうなんですね。うん、やっぱ痛いな。どっちですか？いや痛いのは話し合いたいからな。ちょっと閉じていただいて。はい、します。は
はい、歯伸ばしてください。ミヨンと。ありがとうございます。はい、ラストです。こんな感じです。ミヨンとって。ミヨンって。で、でさって言われると一緒に鼻の下伸ばしちゃいますね。でもあの今の打ち方があのまだ優しい打ち方で、これをバンバンいっちゃうともう痛くてで、ね、多分次 やりたくない。ああ、そうなんですね。あの、はい、今の感覚ぐらいがいいんです、ね。今の感覚ぐらいが本当はいいですね。へえ。で、蹴ってですね、こうちょっとずつ飛び出してくる毛があるんですよ。ポップアップって言うんですけど、そういう毛がうちの機械出やすくて、少し出てるの分かります？プツプツ。あ、本当だ。これね、カットした毛じゃないんですよ。根っこから飛び出てくる毛が、光当てられて、そうです、そうです、ポンって出てくるんですか。これは昔レーザーの脱毛しかあんまりなかったんですけど、うんうん、このラジオ波っていう電気の熱が同時に出る単発式の弊社の機械は出るんですよ。へえ、これがね、多分あのなんか、しかも1回目で出るというより本当は 2,3 回ぐらいやっていく方から出てきます。なるほど、そうですよね。毛の本当はここを冷たく冷やしておいていただくといいんです。照射後、うん、そうですね、なんか冷たいタオルみたいなのがします。これあれじゃない、これ上手い人がやってるのでいいんでしょ、これ多分、ね、これ多分痛い、いやね、それはちょっと痛い、多分多分ね、多分いい感じやってくれてると思うんだわ。これ慣れない人がやると多分痛いと思うよ、これ。そうなんですね、で俺は思った。ほんとほんと、だってこれあれなんかね、全部上全部脱毛したい人がいるんですよ、下に。はい。でなんか、はい、例えば脇毛とかだったら、はい、ある程度剃らないかんですよね。剃ってないと毛に熱がいっちゃいますね。ですよね、はい、全部やるのって結構大変なんだろうなと思う。いやでも脇なんてすぐですよ、うん、全部やった人がいるんですよ。全部全部やって、だけど白髪はなら、うん、白髪は抜けないんだって、はい、うん、やっぱ何も対して赤くないですよね今。多分ね、いい感じやってくれたんだろうな。なんか、はい、多分その気圧しないと相当痛いですよね。痛いですね。ですよ、めちゃめちゃ痛いと思う、ね、ここなんかヒゲなんか絶対痛いと思うよ、これ、うん、話した痛いですもんね。とか多分これでもーってやってっていうのはここ硬くして、あれ柔らかいとビーで痛いですね。あの鼻の本当にキワキワ落ちたここ多分痛いと思う、これ伸ばしてめっちゃ痛いと思う、これ。どうぞ、これ多分ただあの慣れてきた多分慣れてきた。これはもうすげえ、これで終わり。話したか2回、同じとこ2回、2回です。同じラインを2回、そうです。はい、OK です。もうこれ痛くない、これだけ。で指はここだけにこうなんですけど、4発です。止めて4発、ちょっとゆっくりにします。4発、はい、パン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 って。そうです、パン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 、迷い毛がちょっと一人が迷い毛さんはそこだけでいいので、そうそうそうです、そうです、 OK です。それで終わりです。もうすげえ。でこのジェルはですね、ヒアルロン酸が配合してますので、そのまま馴染ませて、そうなんですね、ローションみたいに。そうそうそうです、そうです。もうすげえ。すごいぞこれ。多分ここの毛がなくなったのは外部的にもう本当にぶつかるので、ここの皮膚が硬くなって、あの、そう、毛はもう出なくて、もう皮膚でどうにかなっちゃうのでいいんですけど、そういうふうに外部的に叩かれたものとか傷ついたものっていうのは毛が生えなくなってくるんですけど、光みたいにあの中に浸透させるもので痛みがないものっていうのは、あの逆に毛がその皮膚をなんていうんですか、守るんですよ、うん、なのであんまりにもここをずっとひたすら打っちゃうと、ここの毛が逆に濃くなるっていう現象が中に起きるので、そういう説明がないと
危ないですね、うん、なので詰めちゃダメです。詰めすぎちゃダメだし強すぎてもダメ。詰めて強く取ったら痛くなっちゃう。そういうことです。はい、ですね、今日はですね、サンドバッグの叩き方というのをちょっと、やってみようと思います。これは実際はプロ選手目指す、プロを目指す選手とか、アマチュアでもそうですけど、の場合は、サンドバッグというのは自分でコンビネーションを組み立てていくものなんですね。ミッドなり、スパリングなり、これは相手がいる練習です。サンドバッグというのは一人でやっていく練習です。だからプロを目指す選手やアマチュアでもそうですけど、試合に出たいという選手に関してはサンドバッグというのはコンビネーションを自分で組み立てている、組み立てていくものじゃないと。サンドバッグとは止まってるものですかね。止まってるものを逆に生きさせる、自分で打ち込んでいくことに生きさせる。でナルシストな世界で自分でイメージをして無心で叩いていく、自然にコンビネーションが出ていくという、もう本当にどれだけでも練習ができるものですから、サンドバッグというのは本当にプロ目指す選手はサンドバッグをうまく叩けないと試合で自分でコンビネーションを組み立てることはできません。サンドバッグをうまく叩けない人はね。でこれがフィットネス、女性とかね、試合を目指す方じゃない方に関してはサンドバッグはよく会員さんに聞くのが、サンドバッグはどうやって叩いたらいいのか分かりませんということをよく聞くんですけど、これを試合と同じように、試合を目指す選手と同じように指導していたら、みんなサンドバッグを叩くのが分からないし面白くないですよね。そういう意味で初心者向けというか、ダイエット向けでサンドバッグを叩く場合は何もわからないので、ある程度叩き方を教えてあげた方がいいんじゃないかと。それもダイエットにはいい叩き方、汗をかくには良い叩き方を単純なコンビネーションとともに叩いていくと、3分間も、何叩いていいのか自分でわかるんですね。なのでどんな叩き方がいいのかっていうのを、説明しながら、やってみたいと思います。これをこの動画を見ながら同じことをやっていくといいと思います。特にミットをやった後とか、ウォーミングアップやった後でもいいです。一汗かいてからやるとプラスアルファの練習としていいので、ぜひやってもらいたいと思います。ではやってみたいと思います。はい、では、やってみたいと思います。本当に単純な運動で3分間どんな叩き方がいいかというのをやってみたいと思います。12秒前では3分間1回真似してみてください。はい、じゃあまず左右の前、だいたい相手のお腹を狙うぐらいで、あんまり強くやっちゃうとこの跳ね返りが強いので、軽くこの親指はこの辺りですね、ポンポンっていう感じで、今度ミドルキック、あんまり強くやると揺れも激しくなっちゃうので、軽くでいいです。これを30秒、はい、今度ワンツーだけ、これグローブじゃないですけどワンツーだけ、
今度前蹴り、左の前蹴りから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 左の前蹴り今度右の前蹴り、はいね、ポンポンポン、はい、今度ラスト30秒捕まえて、これを30秒、結構きつい、30秒結構きつい、2ラウンド、3ラウンド入れてもらうと結構汗が出ます。一度、皆さんやってみてください。ご視聴ありがとうございました。